回のメンバーのそれぞれ室内楽も一緒にやったことあるメンバーもいるし、あの室内楽の演奏も聞いたことあるメンバーもいるんですけど、その本当に聞いた時とか一緒に聞いた時に音色がすごい好きで、皆さんとでその心にスッて入ってくるような音色で、そういう音楽の持ち主だなってすごい思ってて、で、あのそんな皆さんとあの音楽で情景を作り出したいなと思って選ばせていただきました。すごい柔軟だよね、なんかいろんな考え方というか、なんかアンサンブルしててもなんかすぐにこうスッてそこなんだろう、こう臨機応変に合わせられるっていうか、でも自分のことも全然出せるみたいな臨機応変な人だと思います。アメリカだったら四楽章が電車な感じがしたりとか、日の出だったらなんかあったかい感じがするねっていうのを相談しながら曲を選んで、これがいいねって言って決まっていった感じです。している時にここはどうやって弾こうってなった時に、まあ、情景っていうこともあって、そのこの頭に浮かぶその情景とかどういうイメージかっていうのをこう言葉で伝えてくれることがすごいこう合わせをしてて面白いなってすごく思います。授業で室内楽とかやらさせてもらっていて、まあ、まだその同じ学年の友達としかやったことがなくて、先輩とやるっていうのが今回が初めてで、なんかそのいろんなことを教えてもらったり、結構自分から発信することとかが提案とかが今まで多かったんですけど、なんか先輩からこうしたらとかっていうのを言ってもらえて、それをなんかどうやったら反映できるかなっていうのを考えるのがすごい、合わせの時間がすごい楽しくて、やっていてすごい勉強になるし、なんかもっと頑張りたいなって思える、いいものにしたいなって思えるカルテットですね。みんなのイメージっていうのを大事にしているので、それをもっともっと共有して、で一つのいいものを作っていきたいなと思います。
音楽のそばにあるもの情景。12月18日土曜日2時開演です。場所は 5R ホール&ギャラリーです。チケットの問い合わせはチラシの一番下に書いてあるメールアドレスまでお願いします。あなたはどんな時に音楽を聴きますか？何を思って聴きますか？誰を思って聴きますか？ぜひお越しください。